はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の合成丸5をお送りします。で、合成シリーズこれで最後で、前回もね話しましたけど、三角関数のシリーズもこれで最後になります。次回からは指数関数、対数関数が始まると。で、一番最後、今回は1問だけです。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてこの問題やってみてください。で、確認してもらって、ちょっとね、わかんないなっていうのがあれば、今からね、この問題だけ解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、いきましょう。で、前回と同様で、最大値、最小値を求めに行きます。その時の X の値は特に必要ありません。で、なんでこの1問最後に取り上げたかっていうと、めちゃくちゃ有名な問題なので、どうしてもやりたかったと。で、最後に、ね、1問やらせてもらうんですが、もうこれはスタートです。もう最初に何をやるかっていうところがポイントで、で、いきましょう。最初にやるのはこれ、 sinx プラス cosx イコール、文字は何でもいいんですけど、今回 t 使います。何でもいいけどね、普通に、a とかでも構わないんだけど、もうこれができるかどうか。で、実はですね、この問題、例えば学校の定期テストとか、もちろん受験問題とかでもそうなんですけど、1番、2番、3番って分かれてて、1番でこう置いて解きなさいとか書いてくれる時もあります。で、今回それにしようかとも思ったんだけど、こうやって普通に出されることもあるので、こっちの方が難易度が高いのね。自分で気づかなきゃいけないから。で、この気づくポイントとしては、まずここ。まあ、今回置いてる、sinx。プラスコサイン X、 これがあること。そしてそれプラスサイン X コサイン X、 これが入ってる時はもうこれです。サイン X プラスコサイン X を T と置いてください。で、この後に何をやるかっていうと、両辺事乗します。で、事乗するとここカッコついて事乗で展開するから、サイン事乗 X プラス2サイン X コサイン X プラスコサイン事乗 X、 これが左辺ね。で、イコール右辺は事乗するだけなので T の事乗になります。で、この後何をするかっていうと、サイン事乗プラスコサイン事乗はセットにすれば公式で1ですね。サイン事乗プラスコサイン事乗だから。で、その1になったのを右辺に持っていくと、2sinx、 これ間違えちゃった。いや、ちゃんと消そうね。待って。2sinx cosx イコール t 事乗マイナス1となります。で、そうすると 2sinx cosx、 今回ちょっと伸ばすと、ここに丸ごとあると。だから、この部分が t の2乗マイナス1なのね。で、ここはもろに t でしょ？そうやって置いてるから。ってことは、ここ、もともと sinx、cosx が入ってる、ごちゃごちゃしてる式だったのが、y イコール、置き換えると、t 事乗マイナス1。で、プラス、ここが t。で、忘れずにプラス1がいるから、プラス1となるので、t 事乗プラス t と変えることができます。一つの文字で。で、さっき最初に言った、そのね、1番、2番、3番とか分かれてることがあるっていうときは、だいたい1番は、こう置いて t を使ってこの式を表しなさいみたいな。だからそうすると今回は y イコール t の2乗プラス t が答えになります。そういうふうに分かれた場合はね。で、こうなれば普通にも二次関数です、 y と t の。だから平方完成して解いていく。そうすると y イコール、これも平方完成ね、 t プラス2分の1の2乗マイナス4分の1と、これで完成になります。で、この後に準備するのが、この後ね、こうやってグラフを書いて、最大値、最小値求めに行くんですけど、t の範囲が必要になります。いい？で、大体それが2番とかで設定されるんですけど、で、t の範囲の求め方をやる前に、ごめん、焦点またね、合わせますね。で、どうやって求めるか、ここでね、合成を使うんだけど、よいしょ。で、今、t はここだよね、こうやって置きました。じゃあちょっとここで色変えてみようか。で、右上から行ったら、グラフが書けるから、どうしようかな。ここで攻めるか。じゃあ、この部分です。ここ見てください。左辺を見ると、sinx プラス cosx になってます。だから、合成ができる。
にね、合成すると1と1、2乗しても1たす1で2だからルート2になります、合成すると。で、ルート2サインカッコ X で、今1と1なんで1行って1上がるから45度のポジションです。ちょっと暗算でごめんね、45度、つまりプラス4分の π になります。で、イコール t ね。つまり今 t の範囲を求めたいから、こいつの範囲を求められれば t の範囲が自動的に分かります。で、これは前回の合成丸4の動画の2番をちょっと参考にしてほしいんだけど、そのためにも出したんだけど今回で、この部分 sin x プラス4分の π、今 x に範囲は指定されてません。つまり1周以上もう、ね、全部含めると、全部含めるってことはこの部分最大値は絶対1だよね。で、最小値は絶対マイナス1になります。これちょっとうんって思う方はちょっと1個前の動画を見てもらって丸2番の説明聞いてみてください。ってことは最大値はルート2に1をかけたからルート2なんです。で、最小値はルート2にマイナス1をかけたマイナスルート2になります。だから t の範囲はマイナスルート2からルート2までの範囲になります。ちょっとしたギリギリごめんね。これが t の範囲なので、これもよく2番とかで出される、その分けられた時ね。で、式も出た、範囲も出た、じゃああとはグラフ書いて普通に最大最小値求めに行こうぜ、で終了です。で、やっていくと、よし、下に凸だよね、下に凸で、ここの範囲だから特に問題なくいけるか。ちょっと厳密にできなくて申し訳ないんだけど、頂点マイナス2分の1のマイナス4分の1なんで、まあ、この辺にしとこうか。マイナス2分の1とマイナス4分の1で、一応原点通るので、まあ、うん、まあ、こんな感じしとこうかな。よいしょ。で、範囲としては、しまった、グラフを赤で書いてしまった。範囲としてはマイナスルート2からルート2なので、もう頂点がマイナスにある時点でルート2の方が遠いよね、あっちの方が。で、図的に完全に間違ったんだけど、じゃあマイナスルート2この辺にしとこうか。ちょっと下になるか分かんないけど、で、ルート2をこの辺にしてあげて、ぶつかんなかった。ここからここが使えると。いいね、マイナスルート2の方がこっちになるからね、マイナス2分の1よりも。だから最大値はここで取ります、ここで。最小値はここじゃなくて頂点のここね、こっちの方が沈んでるからっていうことを使ってやっていけば、最大値は、t がいくつの時に書く必要はないので、今回は。普通に最大値だけ求めに行くと、まあ、一応 t の時書いとくか。t がここです。ルート2。ここにはこれあれだね。グラフが t と y だからね。の時。で、これで t がルート2、つまり x がって解くことはできないので、できないというか解かなくていいので、t イコールルート2の時に、ルート2をどこに入れるか、ここに入れば一番楽かな、 y だもんね。ルート22乗すると2です。で、ルート2だから2プラスルート2か、つまり最大値2プラスルート2になります。で、最小値はここです。だから t イコールマイナス2分の1の時に最小値、これはもうね、頂点で分かってるからマイナス4分の1と、これで終了となります。いいかな。最初にも話しましたが、すごく有名なタイプの問題です。これのもうちょっと難易度が上がったのもあるんですが、まず基本的にこう置いて解く問題があるんだって、で、置き換えて範囲も合成で出すと、この流れの問題ね、ぜひ覚えておいてください。定期テストとかでもね、よく狙われるので。では、今回は高校数学数2の三角関数の合成丸5をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、最初にも話をしたんですが、次回から指数関数、対数関数、新しい章がね、始まっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。